37歳で医者になった僕。研修医順調物語は、2012年4月10日から6月19日まで、関西テレビの制作により、富士テレビ系列の火曜22時枠で放送された、テレビドラマ。略称は、医者僕。草薙剛主演。初回、最終回は22時23時9分の15分拡大。第2話は22時15分23時9分の15分。 遅延。原作は2002年に発売されベストセラーとなった川淵敬一の所持作、研修医純情物語先生と呼ばないデート、振り返るなドクター、研修医純情物語の原頭者、文庫2作。これらは著者本人が東京大学工学部を卒業し大学院を中退後、会社勤務を経て30歳で医師を目指し、37歳で京都大学医学部を 卒業、1996年から4年間、大学病院で研修医として勤務しており、その実体験をもとに綴ったものである。草薙は、僕の歩く道以来6年ぶりに関西テレビ比重枠で、主演、医者役は、本作が、初となる。また、共演の松平健は、草薙とは、任教ヘルパー以来の共演。それに、草薙が主演した TBS。 冬の桜以来の連続ドラマである。2003年から2006年まで同枠で草薙が主演を務めてきた、いわゆる僕シリーズとは、関西テレビ制作課10枠で放送されている点の他に、タイトル名に僕という字が含まれているという点や、現代的な社会問題を扱い、それに立ち向かう青年の生き様を描いた物語である。点などいくつかの共通点が挙げられるが、本作は、 僕シリーズの作品とは別物とされている。そのため脚本などの制作に関わったスタッフが異なる点、主題歌がスマップではなく別のアーティストの楽曲が起用されている点や同シリーズと共通する共演者が一切出演していない点など、相違点も数多い。草薙は本作で事実上初めての意思役を務めることとなるが、内科を舞台とした作品のため、 近年の医療ドラマの傾向としては珍しく、下下手術などのシーンは一切登場しない。また、採血や点滴など一部を除き、医療行為を行うシーンもほとんど登場せず、むしろ患者やその家族、あるいは医師や看護師同士とのコミュニケーションや、実際の医療現場が抱える問題などに特化した作品であり、医療ドラマというよりもヒューマンドラマの要素が強いと言った方が良い。 大手企業の会社員だった、今野祐太はある出来事を機に退職し、医学部に再入学、37歳にして研修医となった。今野は、研修先、大学病院の球体院依然とした体制や、その現実を目の当たりにする中で、新年の元懸命に行動を起こしていく。研修医総合内開局病棟看護師、糖尿病内開局病棟患者、ありがとうございます。